ザンダック民族舞踊団、サニックスプレゼンツグローバルアリーナブルガリアフェスティバルは、ブルガリア共和国の伝統文化と食文化の紹介や、国際交流のイベント。主催は、一般財団法人サニックススポーツ振興財団と、株式会社グローバルアリーナ。2001年より、カザンダック民族舞踊団の若手ダンサーを招き、福岡県宗方市のグローバルアリーナで開催。2007年以降は、 毎年9月中に行われる、胸形市、ブルガリ共和国火山ラック市パートナーシップ協定事業。2020年に開催予定だった第20回開催は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止となった。ブルガリア共和国、火山ラック市の火山ラック民族舞踊団の楽団と、若手ダンサーを招いて、平日に市内外の学校や福祉施設を訪問。 国際交流を図る。また、週末にグローバルアリーナで集客イベントを開催。2006年より、ブルガリアの食文化紹介のため、本場のシェフを招待し、ブルガリア料理レストランを期間限定で開店。2018年以降は、ブルガリア料理の提供は、屋台形式に変わった。また、2008年より、火山ラック史の顔となる、バラの女王のコンテストで、 東部洋団元女子ダンサーが優勝したのを機に、毎年当年のバラの女王を特別招待し、バラの谷の町、火山ラック市とそのバラ関連産業の紹介に努める。2004年に初めて、火山ラック民族舞踊団が、宗方ユリックスで行ったホール公演が恒例の行事となり、大分市と宮崎県綾町、広島県福山市など県外で巡業することに、つながる。 2001年12月に、ブルガリアとキャンドルのクリスマス開催の目、ブルガリア共和国より、カザンラック民族舞踊団とレフスキー、新体操クラブの選手を招待し、ブルガリアの伝統文化とスポーツの紹介イベントとして、初開催。以降、毎年の秋、週末に踊りと音楽の演奏や、新体操の大会と指導で集客イベントが行われてきたが、2007年からは、 カザンラック民族舞踊団を9月、レフスキー新体操クラブを11月に、と、各イベントの拡大を目指し来日時期を明けたため、ブルガリフェスティバルとは、9月に行われる、ブルガリア伝統文化関連イベントのみを指すようになる。2007年から、世界各国の出展料理が並ぶ、世界の味横丁と海外のパフォーマンスステージの新設よって、ブルガリアフェスティバルから、 ワールドフェスティバルへと発展していく。2014年から夜のイベント、前夜祭りをはじめ、2016年からそのフィナーレを花火が飾る。2008年にブルガリアの伝統文化やスポーツなどの紹介、ブルガリアの人とのような形の交流の功績が認められ、一般財団法人サニックススポーツ振興財団の当初理事長の総正信一が在復をか、 ブルガリア共和国名誉領事に任命。同11月に、サニックス本社内に、在福岡ブルガリア共和国名誉領館が開館。2009年4月、福岡ブルガリア共和国友好協会が設立。初代会長は、安井玄一郎。2009年9月、8年間にわたる、村方市民とブルガリアとの交流を称え。 カザンラック民族舞踊団のヒリストストヤノフ団長が、カタ氏の親善大使に任命。2010年9月16日、胸形氏とカザンラック氏の間に、パートナーシップ都市協定が締結。2010年10月29日、在福岡ブルガリア共和国名誉領事総正信一が、ブルガリア共和国のマダラの騎士を受賞。2019年1月16日付、 宗政官が二代目、在福岡ブルガリア共和国名誉領事に就任。宗方ユリックスのステージにて2019年の2004年から2019年毎年、宗方ユリックスハーモニーホールにて、実施2009年9月18日をかがき、サンディー・アイ・ハミングホールにて2011年9月20日。 アザレアホール末2007年9月23日コンパールホール2013年9月18日北市民文化会館パトリアヒタ2011年9月21日両朝文化ホールにて2013年9月24日中野ゼロ大ホールにて2016年9月27日杉並公会堂大ホールにて2018年9月29日国立オリンピック記念青少年総合センター 大ホールにて2014年9月17日沼熊。サンパルホールにて2015年9月29日。県民文化センター福山にて2016年9月20日。県民文化センター福山にて2017年9月25日。県民文化センター福山にて2018年9月19日。県民文化センター福山にて。ありがとうございます。